こんにちは、ゆかです。ひめアリスです。うぐいすです。よながづきです。今回のテーマは新潮文庫の100冊2023ということで、この4人でおすすめの1冊を紹介していきたいと思います。じゃあまずは私から紹介させていただきます。私が紹介するのは星新一さんの N 氏の遊園地です。星新一さんといえば、まあ、ショートショートなわけなんですけど、こちらもショートショートが31編収められている一冊になります。で、この N 氏の遊園地っていうのが、普段だと何かしらの表題作っていう形でタイトルに持ってこられてるんですけど、今回この N 氏の遊園地っていう作品が収録されてるわけじゃないんですけど、まあ、あの星新一さんの作品って N 氏ってたくさん出てくる、多分読んだことある人は思い当たるんじゃないかと思うんですけど、この作品にもいろんな N 氏が出てきて、あの経営者の N 氏とか、探偵やってる N 氏とか、別荘で休暇取ってる N 氏とか、そういう意味ではなんかこの遊園地あの出てこないんですけどまあある意味では遊園地みたいな感じで楽しいお話だと思います。で、今回収録されている中で私が特に気に入ってるのは、夕暮れの車という作品で、あの、次郎と三郎っていう男二人が、まあ、誘拐を目論むんですけど、なんだかうまくいかなくて思いもよらない展開になっていくお話なんですけど、星新一さんってやっぱり SF のイメージがすごい強いと思うんですけど、こちらのお話は結構人間ドラマ的な要素もちょっとあって、なんか珍しいなと思って印象に残りました。確かに SF のイメージが強かったので、人間ドラマって言われると気になりますね、うん、そう。あとなんか二郎とか三郎みたいな名前が出てくるのも割と珍しいような気がして、うん、そういう古風なお名前、ね、なんかだいたいイニシャルみたいな名前の人が多いイメージですね。そうなのよ。なんか記憶に残る一作でした。ちなみにこれが書かれたのが昭和40年頃らしいんですけど、その時この解説にその N 氏について分析しようみたいなやり取りがあって、それによるとこの時点で100編以上に N 氏が登場してるらしくて、ただあの関連性はないらしい。100人も N 氏がいるんですね。そういうことみたいです。一応あの N 氏っていう名前を選んだのにも理由があるらしいんですけど、まあ、これ解説に載ってるのでぜひね、あの買って読んでみてほしいです。でちなみに今年私これプレミアムカバーで買ったんですけど、星新一さんってプレミアムカバーで発売される率が多分結構高くって、私には2021年から毎年プレミアムカバーで買っていて、今年も緑の素敵な装丁のやつを買いました。じゃあ次、ひめアリスさんお願いします。はい、私の一冊はフェルマーの最終定理です。皆さん、あの数論ってお得意ですか？苦手です。あんまりわかんないです。あの私も分かってなかったんです。あ、今もよく分かってないんですけれど、うん、なので読み出すときに大丈夫かな、ちゃんとこの本のことを理解できるかなって思いながら読み出したんですけれども、読み出したら今までにいろんな本の中で出会ってきたいろんな学者さんたちがいっぱい出てきて、なんでみんなが、いやこんにちはって言いながら、こういうことなんだよこういうことなんだよ、であっちにいてごらん、あっちに答えがあるんだよって私のことをこう引っ張りながら物語を進めてくれて、みんなが最後がこのお話の最後を見届けてほしいって、こっちに正解があるはずなんだってこう引っ張ったり押したりしながら、背中に長い長い数式の列をね作りながら、
応援してくれてるような気持ちがして、それで最後まで読み切ることができました。この物語はフェルマーっていう本当の学者さんではなくって、役人さんで趣味で数学をやってた人が自分の研究の算術っていう本の中のにちょろっと書いたある言葉がきっかけで、そこから385年間みんながその謎を解き続けるっていうので、最後にワイルズさんっていう人が証明するんですけども、その最後のここで終わりにしたいと思いますっていうまで、あ、何事も一人ではなし得ないんだなって、私は別に数式の解明に立ち会うわけではないんですけれども、でもその流れを一緒に知ることができてよかったなってすごく思いました。で、先ほども言ったようにここで終わりにしたいと思います、で、この物語は一度終わるんですけれども、今2020年新しい証明が研究されていて、まだ終わらない物語でもあるんです。それがあの現実のお話なので、そういうところがすごくいいなと思って、まだ閉じない物語をまたいつか私が続きを読ませてもらえるんじゃないかなと思って、今からすごく楽しみに思っています。はい、ありがとうございます。なんかすごいヒメアリスさんの感想がすごい素敵だなっていうふうに私はまず思って、なんかやっぱりタイトルからちょっと難しい印象を受けていて、まあ内容もあんまりこう簡単なものではないかもしれないんですけど、なんか今の紹介聞いたらみんなと出会いたいっていう気持ちになりました。私、ありがとうございます。こうあの学校の授業とかでちょっとこうあの数学じゃなくても歴史の授業とかでちょっと登場したような人たちとかが出てくる、うんうん、ピタゴラスとか、はい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 、有名人。そうですね。で、そういう本当に多分当時は用紙紙に書いてたんだろうなっていうようなものから始まって、それがそのフェルマーががあの研究所の片隅に書いたメッセージになって、アラン・チューリングっていう人がコンピューターの礎を作ったことで、それがコンピューター上で0と1の群れで解析できるようになって、立体に起きて、そこから今度3次元になってっていう風にだんだん科学が発達していくのも、この話の中で一緒に登場してきます。結構そのそれだけの長い歴史を一冊に収まってるっていうのがすごいですよね。そうですね、うん、私も読んだんですけど、読む前はこう、うん、誰か一人偉大な数学者がこう謎を解いたのかと思ってたんですけど、本当にいろんな数学者が関わって、はい、その積み重ねでようやく解けたって。でその中で日本の数学者も結構活躍してるっていうのが分かって、そうなんだ。2020年現在も研究しているのは日本の数学者さんです。あ、そうなんですね。じゃあ日本に引き継がれてるんですね今。ね、これからの研究も含めて楽しみですね。それはそうですね、いつか続編が300年後ぐらいに出るかもしれない。それがね、ちょっと読めない可能性が高いのがちょっと残念ではありますけど、まあ、リアルタイムでね、なんかこう気になった時に追ったりできますからね。ありがとうございます。じゃあ次、うぐいすさんお願いします。はい、私が紹介するのは町田園子さんの夜空に泳ぐチョコレートグラミーです。表題作を含む5編の短編からなる連作短編集です。帰ってこない恋人をずっと思っている女性だったり、おとなしい性格だったけれど少しずつ変わり始めた女の子など、さまざまな人が主人公となって、それぞれの物語が展開していきます。この本、私町田園子さんで初めて読んだ本なんですけど、帯にすごく惹かれて買いまして、でそれがもう生きていけないと思った時、ここでやっぱり生きていくんだと背中を押してくれる本っていう、この文句がすごく素敵だなと思ってこれを最初手に取りました。で実際この短編の主人公たちや、それと周りの人たちも結構今自分が生きている場所
これから自分が生きていく場所について結構息苦しさだったり複雑な思いを抱えているような人が多くて、それでも懸命に生きようとする、自分の道をこう見つけようとする主人公たちの姿に読んでいるこっちまで元気づけられるような心強いような本だなっていうふうに思います。ありがとうございます。結構町田園子さんは辛い状況に置かれてる人を書いてる印象があるんですけど、うん、そうですね、なんかでも辛いなで終わる感じじゃないところがいいって私は思ってます。うん、そうですね、その辛い状況でも折れないっていうか、うんうん、登場人物たちの脆さも強さも目にすることでこっちも勇気づけられるというか、うんうん、なんかそういったお話が多いんじゃないかなっていうふうに私も思っていて、うんうん、ハッピーエンドじゃないんですけど、なんかほのかな光が見える感じがいつもします。うん、そうですね、なんか前向きなメッセージが最後残るイメージですよね。そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあ最後与那和樹さんお願いします。はい、私が紹介するのは二宮敦人さんの最後の秘境東京芸大です。日本最高峰の国立東京芸術大学の学生は天才ばかりですが、とても狭き門で三浪くらいするのは当たり前のようです。その学生のインタビューを通して不思議な世界を紐解いていきます。ちなみに著者である二宮さんの奥さんも東京芸大生なのです。まず学部として美術部と音楽部があります。学生でありながらプロとして活躍している人もいれば、未来の進路は置いといてとにかくアートに熱中している人もいます。美術といえばすぐ絵画を思い浮かべますが、その他にも建築家や工芸家、彫刻家などがあり、それぞれ奥深さとともに何を作っても良い自由がある中で自分らしさというものを極めないと生き残れないという厳しさがあります。天才が集まっても成功する人はほんの一握り、いや一つまみという学長の言葉が印象的でした。アートをする人にとって夢のような環境でありながら、同時に誰もが持つ苦悩も存分にあることが紹介されています。私は一度その芸大の文化祭に行ったことがあるんですけれども、毎年1年生が作ることになっている8体の神輿がやばいクオリティでした。怪物、人物、動物などの立体像がプロ顔負けで、1年生が授業の一環としてではなく休みの間に作ったとはとても思えません。ぜひ芸祭神輿で検索してみてください。素晴らしい神輿を見ることができます。はい、ありがとうございます。みんな三浪とかしてるんですね。なんか難しいのはなんとなく知ってたんですけど。そうですね、もう8浪9浪もいるらしくて。へー、そんなに狭きもんだったとは知りませんでした、ね、それとやっぱり芸術大学として環境が一番いいので、他の美大とか音大に行きながら勉強して芸大を受け直す人も結構いるらしい。へー、そうなんだ。みんなの憧れの美大芸術大学ではことなんですね。なんか今見越し見てるんですけど、なんか思ってたのと10倍ぐらいすごかった。もしかしたらこの本のインタビューされてる人に将来のすごい人がいるかもしれない。ね、そうですよね。なんかこの本毎年気になりながらまだ手をつけられていなかったので、
と読んでみたいと思います。はい、ぜひ。ヨナさん読書メーターで新潮部っていうのを立ち上げてやられてると思うんですけど、それについてちょっとお話ししていただいてもいいですか？はい、毎年読書メーターのイベントでこの新潮文庫の100冊を読もうというものをやっています。毎年100名近くの方が参加されて、まあ、全冊読み切るのは十数名なんですけども、それぞれ、まあ、読みたい本を見つけて数冊でも全然構わないんですけれども参加していただければと思います。はい、ありがとうございます。ちなみにね、今日のメンバーは新潮部で活動してる人たちを選んで出演お願いしてみました。姫アリスさんとヨナさんは100冊読了結構されてますよね、去年とか。そうですね、なんかちょっと今年も私はとっても無理そうなんですけど、ちょっとずつ増えていってます。私も最初の2年3年ぐらいは半分ぐらいでやめてたんですけど、うんうん、なんかやりきるとすごい自信になります、うん、ね。そうですよね、なんか一冊一冊読んでいけばちゃんと自分でもゴールにつくんだなって思っています。ね、そうですよね。私もちょっと何年かかるかわからないんですけど、ちょっとずつね苦手なジャンルを克服しながら取り組んでいきたいなと思います。そうですね、どうしても苦手なジャンルっていうのがあるので、うん、最初はやっぱり好きな本ばっかり読んで苦手が残ってしまって大変です。確かに残しとくと後半大変かもしれない。ちょっと交えながらやっていくのがコツかもしれないですね。そうです。はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあ、今日、ね、紹介した本もぜひ読んでいただきたいですし、新潮部の方も随時部員は募集中ですので、イベントの方もよかったら参加お願いします。ということで今日は終わっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。バイバイ。